アジャータ・シャトルが罪を償うため仏陀を訪れた場面を描いた絵画アジャータ・シャトルは古代インドに栄えたマガダ国の王。フオー・ビンビサーラを殺害して王位を得た。一説にはシシュナーが朝の王であるが疑問視する声が強い。パーリ語に基づいてアジャータ・サッテュとも表記される。仏典によればアジャータ・シャトルはマガダ王・ビンビサーラとコーサラ国の王族の娘、マッターの間に生まれた。 しかし、ジャイナ教の伝説では、ビンビサーラとバイシャーリーをチェータカの娘チェッラナーの間に生まれたとされている。仏典のうちに、アジャータシャトルのことを、ベーデーヒープッタと呼ぶものがあることから、ジャイナ教の伝説の方が正しいという意見もある。ベーデーヒーは、ベーデー派の女の意で、漢訳では、イダイケと恩赦される。古代インドでは男性を示すとき、母の名を挙げその母を、国の女。 家の女とする習慣があり、古代碑文にも多数の実例がある。しかし、アジャータシャトルの母が、コーサラ国出身であるとする文献も少なくなく、詳細はわかっていない。アジャータシャトルは、王子時代、副王として、チャンパーに駐屯していたが両親と対立し、釈迦の敵対者であったデーバだったにそそのかされて、不王ビンビサーラを遊兵して餓死させたと伝えられる。 仏典によればこれは釈迦の死の7年前のことであった。このことから暴君として有名な王でもある。しかし台場だったは、釈迦に戒律を整備してより厳しくしようと進言したが、聞き入れられず、そのことから文化活動を行い、王子をそそのかして釈迦を殺して教団を乗っ取ろうとしたが失敗したと言われている。アジャータシャトルは王位について、 すぐ活発な征服活動を展開した。まず、コーサラ国王プラセーナジットを下し、カーシ国も完全平凡した。その後バイシャーリー国もせめて支配下に置いた。アジャータシャトル王のバイシャーリー征服については、ジャイナ教の伝説に、以下のような説話が残されている。かつて、ビンビサーラ王は、セイアナガという、名の有名な像と宝石の首飾りを、アジャータシャトルの兄弟に与えた。 アジャータ・シャトルは王位を奪って後、彼らに、これらの物品を返却するように要求したが、彼らは拒否し、バイシャー・リーをチェータカの下へと逃亡した。このためにアジャータ・シャトルは、バイシャー・リーを攻めることにしたという。この他にも、数多くの征服活動を行って、マガダ国をインド随一の大国へと押し上げた。さらに、バッジ国も攻撃しようとして、アメ行大臣を、 領事山にいる釈尊のもとへ使わし、その旨を伺ったが、バッジ国の人々は決して衰退しない七つの行いを実行していると聞き断念したという。アジャータシャトルは、自らが殺した不王ビンビサーラと同じく、息子によって殺害されたと伝えられている。彼が報じたのは、仏滅後24年のことであったと言われる。彼の死後王位を継承した人物の名前については、 初期録で混乱がある。プラーナ文献によれば、ダルシャカが後継者とされているが、パーリ語及びサンスクリット語の聖典によれば、ウダーイバッタジャイナ教の伝説によれば、ウダーインが後継者であった。現在では、後継者をウダーインとする説が有力である。アジャータシャトルは、釈迦の生きた時代のマガダ王として、父ビンビサーラと共に、初期仏教に深く関わった人物である。 ある仏典に説かれるところによれば、父ビンビサーラは老いて粉木を憂い神に祈った。時にある一祖師から、ヒフラザンに従する仙人が近キ々ンキン死んで託生することを告げられ、ビンビサーラ王はこれを待ちきれず、殺したところ、間もなく夫人が解任した。これ生まれざる前に、すでに恨みを懐く意味で、未昇音と言った。 しかるに生まれるにあたり少子に占わせると、生地後が恨みような月風を拝すだろう、と告げたので、ビンビサーラオはこれを信じるようになり、牢状から我が子を投げ捨てたが、一死を負ったのみで死ななかった。これゆえに、アジャセをバーラ流氏とも称した。なお、ビンビサーラオの先人殺害については、全道の、官無料、受刑書に出典が見られるが、ネハン行には、 千人が三年後に死ぬ前に殺害したという件はないが、父ビンビサーラ王が、ビップラさんに鹿狩りに出た際に一頭も狩りができずに、そこにいた千人が追い払ったと思い込み進化に、殺させようとした。その千人は死ぬ直前に、怒りの心を起こし、ビンビサーラに、来世において、心と言葉であなたを殺害するだろうと言った。 釈迦はアジャセに、不法は自らその罪による報いを受けただけで、そなたに罪はないと言った、という記述がある。おそらくこの、涅槃量の記述と、無料受刑など、他の多くの経典に見られるアジャセや不法に関する記述が、全道によって混同されたものであると推察される。その後、成長したアジャータシャトルは、釈迦物に反逆し、新教団を形成戦としていた台場だったに、そそのかされ、 その弦を入れて、ビンビサーラを幽閉した。また、母が体に蜜を塗って王に施していたことを知るや、母も幽閉せしめ、ついに不法はあがしし明獣してしまった。しかし、その後アジャータシャトルはその罪を食い、激しい頭痛を感じるようになった。そして医者である、ギバ大臣の勧めにより、釈迦に相談した、ところ頭痛が収まったため、仏教に帰依し教団を支援するようになったと、 伝えられている。釈尊が入滅後、ラージャガハに、シャリ島を建立して供養し、四連を含して中インドの名手となり、仏滅後の第一仏典結集には、大団落ちとして、これを外語したと言われる。アジャータシャトルが登場する経典としては、カンムリョウ樹形、アジャセ王行、アジャセ王文王逆行、アジャセ王樹結行などがある。また、モンジュ氏、リヒロ三昧行、 新本清品には未来に上界如来という仏になるという未来成仏の奇別を与えられた記述もある。ウィキメディアコモンズにはアジャータシャトルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。